にはです。本日のガムッと参りましょう。はい、すみません、豊さんからもう本当ありがとうございます。コメントいただきました。はい、特に中後半なんですけど、全て私言い訳になってしまいますが、はい、読まさせていただきます。私の言い訳ですね。水くれは1日1回1日分を流しているのですかということですが、はい、そうなっております。はい、なるべく小分けにするために1回を少量にして1時間ごととかにすると良いと思います。はい、私も範之さん、宮崎範之さんから言われたように、水分量一定に保つためにもやっぱり小分けにやった方がいいのかなと思ってます。はい、そして夜に残らない程度でやる時間は調整が必要ですっていう、そうですよね。要するに過剰にくれちゃう病気のもと、体質のもとっていうことですね。もちろん光があってのこその話ですということで、どうしてもですね、収穫ドタバタ、12時だしドタバタでやってるとなかなか収穫途中に抜け出してですね、で井戸が外ですんで、また井戸行ってしょかしょこやって、ハウスの中はクソ暑くて、外に出ると風がビュービュー吹いてて風邪ひきそうになってとかで、なかなかですね、小分けしてっていうことが、しんどいんですよね。時間的にも収穫を優先させたいっていうところもあって、なのでいつも収穫終わって出荷終わってもう昼過ぎですねに、まあこの時期は1日おきだったりとか少なめだったりとかして1回やってる感じです。もう言い訳ですね。はい、そういう形になっちゃってます。それからまたカーテンですが、温度が25度以上に暖房を使って保てるならカーテンは全開。うん、今日は微妙でしたけど26度設定にしたんですけど、25度ぐらいまでいってたかな。ちょっとキュウリくんデータ確認してないんですけど、明日確認しますけど、今日は風が強かったですけど晴天だったんで、もしかしたらカーテン全開、今日全開にしました。はい、25度近くいってたのかなと。ただ重油は、ゴーゴーと燃えてますね。だからその油の燃え具合と収量との兼ね合いもあるんですけどね。それで本当に量切れなかったならちょっとやっぱり考えないといけないですからね、日中油ゴーゴー燃すのはっていうのは。それとカーテンは全開で屋根は開けずに転送ですね。 天井に結露させて谷から外に排出。これがですね、もう40年以上のハウス、あのハウスはですね、その結露、屋根に結露させてこう谷まで流して谷から排出っていう仕組みに全くなっておらず、途中にシーコーが4本ぐらい打ち込まれてるんですけど、そこに溜まってポタポタ落ちるという。はい、逆に言うともう一つのハウスの丸屋根もだいたい同じぐらいに多分立ったハウスなのかなと思うんですけど、ちゃんとその被覆を伝って雫が落ちて問いに流し込むっていう仕組みがありますね。まあ今そのホースが劣化しちゃってもうボロボロで役立ってませんけど、格屋に関しては全然もうそういう仕組みがないんです。だからポタ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 サビと一緒に落ちてくるという状態。本当はその屋根に雫をつけて流れ落ちてきたのが谷下に行けば本当それで除湿になるんですけどね。これ以前あれだな、NSD さんからもなんか言われた気がしますね。なるほどなと思ったんですけど、少なくともそういう仕組みが格屋根にはない、それからですね、これか、 CO2 を 1000ppa に保つっていうのが、私本当ド素人なんでこれがわからないんですよね。自然界が、例えば500だとしたらそれに合わせるのがベストなんだと思ってるんですけど、私的には、それを倍にしちゃうと
要するにキュウリの老化を早めちゃうイメージが強くて、だから量は切れるんでしょうけど早く終わってしまう、うん、っていう感じなんですよ。だから 4,500 あればいいのかなと、うん、思ってますが、これは皆さんの意見が聞きたいなと思います。これはあの豊さんの個人的な意見だってことで書かれてます。で、私は 4,500 を保てれば外気と同じがいいんじゃないかと、うん、メリットデメリットあればですね、皆さん視聴者の方でぜひコメントをお願いします。はい。それから前半ですね、健康は本当に大切ですよねと、はい、家族を亡くしているので分かりますとっていうことですね。健康診断昨日私が行きましょうって言って、ちょっと計画立てないといけないですね私も、うん。それからジンジンさんですね、 BGM やっぱりあの専門家違いますね、バックグラウンドミュージックですね。はい、そうでしたね。うん、テレビ、ラジオ、PV などそれぞれ内容によってナレーションと BGM のバランスがまちまちですと。その名の通り BGM はあくまでもバック、裏方でありますが必ず必要不可欠なもの、BGM という存在ですと。うん、その場の雰囲気を壊してもいけない時もありますし、あえて効果的に上げ下げすることもありますよね。私もたまにやってるんですけど、うん、昨日の高子さんの時になったタラララララってあの感動をあなたへっていう BGM なんですけど、あれは愛のわざと入れたりとかですね、たまにやるのは音声、動画の音声はゼロにしちゃって BGM の音量だけ上げてやるとかですね、まあ、たまにやってます。まあちょっと暇な時に、はい、いいですよね、うん。で、シャダさんの動画1号2号とも BGM バランスは今のままで OK だと思います。ありがとうございます。気になってましたね。やっぱ過去動画1年目の動画とか見てると全てが適当ですね。バックグラウンドミュージック BGM 以外にも効果音とかもデカすぎたりとか、最近高岡さんがコメントをいっぱい過去動画にいただいてるんで見るんですけど、 BGM は音量控えめでも効果音がダーンとかでかすぎたりとか、うん、まあやっと3年、今年の2月で丸3年になりますんで、ちょっと上達してきたのかなと、うん、そう。ちなみにあの動画編集ソフトはフリーソフト、ネットとかで落としただで落とせる、あの AVI ユーティルってやつです。はい、 AVI ユーティル、まだ多分最新版じゃないんでしょうね、バージョンがあれ。もっと最新版とかを、取り込めばもっと、効果音というか映像的なグラフィック的な感じでかっこよくできるんだと思うんですけど、まあ今のままで十分かなと思ってます、うん、まあそうですね。それとちなみに皆さん意外と知られてませんが、テレビ放送の BGM と音声のバランスってほぼ1対1なんですよと。いや、それは知りませんでしたね。うまいことやってるんですね。私なんか1対1か音量か、なるほど、意外とでかいと、うん、なるほどね。それから PA テレビメディアの元 PA テレビメディアの音声マンよりということで、 PA ってなんだと、アルファベット PA 調べちゃいましたね。PA って何と、これ見てください、あの緑の部分が PA に含まれない、それ音響機械なんですけど、ギターベースアンプとかギターアンプとか楽器ですね、その辺は PA に含まれてないと。要するに演奏者が自由にいじれるものは PA に含まれないと。それ以外のここにあるエフェクター類とかスピーカーとかマイクとかアンプ、この辺を PA という、ミキシングコンソールとかですね。なるほど、この辺の音響関係をやられてたってことですね、ジンジンさん。なるほど、もういやもう本当でもそんな方にですね、今のレベあの BGM は OK ですって言われると本当にありがとうございます。やっぱりあれですよね、ないよりは BGM ってやっぱあった方がいいんですよね、うん、あの意識的になくすことも私たまにしてたりしますけど、こうやっぱり喋りを強調したいときは BGM をパッと止めるとか、うん、
なんかでも BGM は入れるのが当たり前っていうようなちょっと感覚にはなっちゃってますね。錯覚かもしれないですけど、はい、皆さんもし BGM ない方がいいっていう方があれば、私も編集が楽になりますんで BGM 入れなければ、うん、そう。それから雪王さんですね、健康診断は昨年地元の某病院でやってきましたと。人間ドックとかじゃないですかね。結果おおむね良好腹出てるから痩せる必要はありますがと。これは内緒ですねお酒でもお酒飲めないですもんね。そうか、食べ過ぎでしょうか運動不足。私もまあ人のこと言えないですよね。脇腹とかで最近出てきて、やっぱ40超えたらなんか30後半かな、なんか脇腹が40かな、脇腹が出てきましたね。それから高尾さんですね、とうとう読まれてしまった、はずいなキュウリはハウス大丈夫なんだね、へえ、本当に寒いんだ。そうなんですよ、寒いんで詰め小屋とかにキュウリコンテナで持ってきちゃうと本当キュウリが冷えちゃってびっちゃびちゃになっちゃうんで、ハウスで保管が一番鮮度が保てますね、うん、そう。だからハウスの温度が日中多分キュウリ25度とかなってると思うんですよ、キュウリ自体が。じゃあその温度をなるべく下げない上げないっていうのが鮮度を保つ一番の方法かなと思います。はい、本当はその日のうちに出せればいいんですけど、なかなか年末年始はそれができなくてですね、はい。それからお師匠様ですね、温度計は適当なところにぶら下げておけば、はい、買ってぶら下げておきます。もうでも終わりなんで次の作から、はい、あの温室計は心身に JA に置いてないんだよな、うん、心身にありますんで、はい。それから高子さんですね、リアルゴールド好きです、うまい。最近飲んでないですね私、これも過去動画か丸屋根かな、これ適心作業勘と経験だねハウスの中暑い、それでも半袖じゃない。そうなんですよ、キュウリ、まああれなんですけどね、誘引作業とかやるときは長袖でないと手にあのキュウリが引っかかって痛いんですけど、そうじゃないときは半袖でもいいんですけどね。ただ結構汗かくと半袖より長袖の方が手の汗吸い取ってくれるんで、うん、感心します。半袖で仕事する私いつも怒られてます、バカタレガーと。なぜですかやっぱ怪我とかですかね、うん。飲み物たくさん飲まないと、カクテル乾杯、ワイン日本酒お茶ビールカクテル、ちょっと お酒がちょっとダメだと思いますね、それから何やってるの、一本一本見ていくのね、大変だ、根っこがすごい。これなんだろう、なり癖、うん、根っこがすご、あ、根っこがすごかった、これ丸屋根かな、なんか丸屋根の気がするな。定食直後なり癖をつけると根っこがすごい、これは竹パウダーですかね、うん、気になって見ちゃいますはい、見るんじゃなかったですね それから田中農園さんですね、明けましておめでとうございます、おめでとうございます。2月の中旬の種まきまで何もすることがないのでしばらく冬眠します今年もよろしくお願いいたします。あ、こちらこそよろしくお願いします。そっか、2月の中旬種まき、そっか。それから雪王さんですね、初期 ELT を彷彿させる星屑サラウンド、うん、なるほど。それから高子さん、洗脳ソング星屑サラウンド、演歌聞かない。あ、そうなんですね、演歌聞いてくださいそれから市川さんですね、館林からも富士山
見えるんですよ。うん、そう。それから高子さん、若い人が農業をしている姿、良いよね。これそうです、中田農園に行ってナス畑除草作業を見に行った時ですね。元気もらえるナス農家さんなんですね。おばあちゃんの髪真っ白で綺麗だ、私は真っ白になったら紫に染めたい。それからこんばんはって昼だねピオちゃん、お一一回空気読め。あ、私がですね、これ懐かしいな、ピオ実験5。ピオちゃん最後まで食べたね、えらい完食。そうそうなんですよ、なんか編集凝ってましたよね昔のやつで、効果音がやたらででかいダーンとか言って。それから山さんですね、ゼットン君のスターターの時間がサマソのせいか日に日に長くなっていると思うのは私だけでしょうか。かかってくれてありがとうって感じですね。一発でかかれば本当にありがとうって感じです。いつもあのアクセルペダルを何回もガって踏んで、キャ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 、たまに1回目でかからなくて撮影2回目でしてる時とかもあります。はい、どんどん寒さが増せば増すほど高評価ありがとうございます。それからですね、ベジフレンドを巻くとふかふかになり、違うんですよ。あれは心身のふかふか養生菌と堆肥、牛糞とかですね、まあベジフレンド、はい、堆肥ですねを入れると、あのふかふか養生菌の菌が大きく確か3種類あって、それが地表とあの地中深くまで菌が増殖してふかふかにしてくれるっていう、猫背線虫も抑えてくれるっていう仕組みになってます。うん、青竹がグッと入る1メーター以上。うん、それか私もそのようにして巻きまくります。あ、これは桶に入れて巻いてるやつですね、手で。ハウスの中は暑い、疲れるよね、こんなに広くないから良いけど、それでも疲れる、お疲れ様でした。それから市川さんですね、原田農園か百姓一揆か。百姓農園さんの間違いですよね。シャタ農園か、プログブログですかね、ブログじゃないですか、プログナンバー3。私をナンバー3で、この3名の方だったら3番目に置いてやってください。はい、まあ、百姓農園さんは毎回タイトルが百姓一揆ですからね。はい、以上ですね、本日も頑張ってまいりましょう。今日はちょっと昼、まあ、ご馳走になってきました。はい、昼飯本編動画でちょろっと出ますけど、ご馳走いただいてきました、おじさんに。はい、いや、もうでもこれを3日にこれを食べると、なんかもう正月も終わりかなっていう気持ちになって、絶対今日は行きたいなと思って、ちょっと早めに収穫を終わらしてご馳走食べに行ってきました。はい、もう終わりですね、もう正月も明日から、もう4日ですからね、通常モード。はい、全然ダラダラできなかったですけど、まあちょっと昨日も夜早めに、昨日 寝れたんで、昨日は11時ぐらいに、今日も早めに寝て疲れを取りたいと思います。はい、皆さんも明日から通常モードで頑張ってまいりましょう。最初はピッコピッコじゃんけんチョキ、じゃまた。おう、オラたちも明日から通常モード。通常どうも。ピオさん、こっちですよ。